おい、どうなっとるんじゃ。ここで行き止まりか。くそ、通路が閉鎖されとる。このままじゃ捕まるぞ。どうするんじゃ。兄貴たち、早う来てください。兄貴たちは先行っててください。こいつらわしが足止めしときますけ。松永、お前大丈夫です。全員ぶちのめしたらすぐに追いつきますけ。おらせいや、あれの敵はここのわしじゃ。ここは松永の兄貴に任せて先を追い急ぎましょう。わかった。造船所の下にこんな地下通路があったとはの。おそらく戦前に作られた坑道でしょう。ライトを持ってきましたけ。こいつをつけて使え。しばらく歩きますけ。ついてきて使え。なんか聞こえねえか。
おい、なんか聞こえねえか？したもんじゃ。わしらも随分舐められたもんじゃの。兄貴、ここはわしに任せてつかさえ。兄貴は田頭と先へ。わかった。おい、我、本家の差し金かなんか知らんがの。広瀬一家の頭や、舐めとったらいけんど。わしの玉は取れたけ。もっと死ぬ気でかかってこんかい！しゃあ！これを登ろうか。ええ、頭が時間を稼いでる間に早く。封鎖された造船所のドックみたいです。暗号の場所はこの奥です。急ぎましょう。待ち構えとったか。どうしても秘密をバラされたくないようだな。いいぜ、止められるもんなら止めてみろ。俺は何人相手だろうと構わねえ。本物の極道ってやつをお前らに見せてやる。来い！
どうしてもいいぜ。俺は本物の。来い！どうしてもいいぜ。俺は何本物の。来い！悪く思うなよ。うん。どりゃ！兄貴、くっかしてくれ！
田頭、どこだ。兄貴、こっちじゃ。暗号が察し取ったのはこの辺じゃ。多分この扉の奥に何かがあるんじゃ。えらい錆びついとる。秘密ってのはさ、そいつをバラされたくない人間がいるから秘密ってんだよ。本当にあんたなのか、広瀬の親分。人の隠してるもんに首突っ込むもんじゃないよ。なあ、桐生さん。頭、あれはおやっさんじゃ。本当におやっさんが早う下に行くんじゃ。尾道の秘密を守るためにあんたは雄太や春人、そして遥のことも道具に使ったのか。おい高志だ、そこにいろよ。後でちゃんと訳話すから。おやさん、ほんまにおやさんは尾道の秘密を守っとるんですか。おいじゃけ雄太を牢と差し違えるように仕向けたんですか。そこをどいてくれ。高城があそこへ行っちまう。あんたとのびりやってる暇はねえんだ。その前にあんたは広瀬一家の門に説明しなきゃならねえことが山ほどあるはずだ。なあ、どいてくれよ。頼むよ。なんとか言え、広瀬。そこをどけって言ったんだ、この野郎。じゃあ俺を倒していくんだな。Thank you.
ほっほう。俺の負けだな。なんなんじゃ。でかいレバーを動かしたんじゃ。そしたら急にサイレンが。タガシラ、踊れがこれを。ヤマトなんかじゃない。それを超える超ヤマト型戦艦と言われた旧日本海軍の最高機密だ。終戦時未完成に終わった日本の最終兵器、歴史上は計画だけで終わったとされる世界最大の戦艦岩見造船は、その建造を極秘のうちに軍から命じられていた。お、
建造当時戦争で不足する労働力を補うため、私は採用会を通じて戦災から逃げていた中国の戦争難民を集めてもらった。採用会の総帥がこの尾道の秘密を知っていたのはそのためだ。ロウは先代から秘密を受け継いだと言っていた。不幸にも戦艦は完成を目前にして終戦に間に合わなかった。そのために闇造船が抱えた莫大な損失は、しかしある人物から補填されることになった。ある人物、旧日本海軍将校大道寺実。大道寺実、どっかで聞いたような。大道寺は日本の存亡に関わるとして、それまで独断で超大和型の建造を進めていてね、言ってみれば戦費の横領だった。露見すれば当然破滅だから、戦後占領軍からの武装解除命令の際にも戦艦を隠し通すことにしたのだ。そして全てを極秘とする代わりに、大道寺は私に償いを約束した。償い？思い出した、大道寺言ったら昭和の黒幕とかいうじいさんの名前じゃ。さっき既得じゃ言うてニュースになっとった。そうだ、占領軍が去った1952年、破滅を免れた大道寺はいつしか戦後内閣の黒幕ともいえる存在となっていた。彼は裏の金で闇造船に戦艦建造費の一部を賠償し、不足分は私に有利な法案を次々に成立させることで借りを返してくれてね。それは国家の法を私物化することに他ならなかった。そうやって私は政府のさまざまな人間と裏で通じることになった。そこで生まれたさまざまなしがらみは政界の人々に複雑な根を張り巡らし、それは現代の政界にも引き継がれている。政界と私の長年の癒着を明るみに出すあの超大和型の存在は、大道寺はもちろん今の政界にとっても決して掘り起こされてはならないもの。そして陽明連合会はその秘密を守るために作られた組織だった。なんだと？組織は戦艦建造に関わった嫌味造船の幹部たちで構成され、決して秘密が漏れないように相互に監視させた。ただそのためだけの組織だった。だからこそ広島の極東は独立を保ち、外に勢力を広げていく必要もなかったのだ。だが終戦から30年という節目を迎えた時、大道寺はその後も永久に秘密が守られることを約束するよう私に迫った。その頃には秘密を知る尾道の生き残りも高齢でわずかな人数になっていたが、私は彼らの皆殺しを決断したのだ。なんちゅうことを。その時私は尾道の同胞たちの殺害を広瀬に命じた。広島で一番の腕を持つ男にな。広瀬の親分、あんたはなぜそこまでして。いくら親の命令だろうが、あんたは一体。別に分かってくれなんて言いやしねえよ。古い話だしな。
原爆で親も親戚も死んで焼け野原になった広島でよ、俺はグレン隊作って暴れ回ってたもんさ。俺がまだ14の時だ。ある日仲間の一人が妙なこと言い出してさ、闇造船の事務所に盗みに入ろうってな。俺は気乗りしなかったぜ。でも俺も親分肌気取ってたからさ、やめようなんて言えなかった。で仲間たちと押し入ったんだ。でも このガキ、こんなことしてタダで済むと思うなよ。なんだ造船所ってのはヤクザ雇ってんのか。おう、ヤコが説教すんじゃねえ。いい加減にしろよ。なんだガキ相手にそんなもん出すのか。やってみろ、やってみろってんだ。撃てもしねえくせによ。てめえ待ちなさい。このガキ。なんだてめえは。主の顔も知らないで押し込み強盗か。まあとにかくそれはこちらへ返しなさい。おい、おい、すまなかったな。だが元はといえば自分が身の丈以上の盗みなどするからだ。だが年の割には度胸もある。腕っぷしも強いようだ。なんだよ。お前うちに来い、面倒見てやる。ね、どこか帰るところがあるのか。一緒に来た連中とグレン隊なんぞ続けても先はないぞ。仲間はどうした。うちの者が少し懲らしめはしたかな。もう帰ったぞ。え、この一件誰の差し金かと聞いたら、お前がボスでお前にそそのかされたとあっさり吐いたぞ。全員が口を揃えてな。お前は仲間だと言っているが、自分が少しでも苦しくなったらすぐに人を捨てる連中だ。それが仲間なのか。そんな連中とつるんで何ができる。何の意味がある。昨日までの自分を捨ててうちへ来い。お前を一人前の男にしてやる。俺は
余命連合会の顧問になった。でもすぐには馴染めなかったよ。兄貴分だろうが誰だろうが気に入らなきゃすぐに手が出ちゃったさ。だからもっぱら仕事は鉄砲玉ばっかだよ。喧嘩が始まると真っ先に広瀬行ってこいなんて感じでさ。でもそんな俺をクルスの親父は大事にしてくれた。喧嘩に勝つたびにうまいもん食わせてくれて、小遣いもいっぱいくれて、でも何より褒めてくれたのが一番嬉しかった。褒められたかったんだ親父に。喧嘩だけが取り柄の真剣なプライドしかなかった俺にさ、クルスの親父は生きがいみたいなもんをくれたんだ。口には出せなかったけどさ、本当にありがたかったぜ。それから何年かして俺は親父に呼びつけられた。夜中だった。遅くなりました。親父、何でしょう。最近はどうだ。え、ああ、はあ、ぼちぼち、なんとか。